リボン・ヌレーナーはアメリカのダンサー、振付や映画監督。いずれの分野でも挑発的かつ実験的な存在。現在ニューヨークで活動している。サンフランシスコで生まれた。両親であるジョーゼフとジャネットは過激主義を自認していた。母親はブルックリン出身の即記者で、ワルシャワからのユダヤ系移民の家の生まれ。父親は石区、家屋と創業者で、 北イタリアのバランェン後から21歳の時に移住した。レーナーが兄と育ったサンフランシスコのサンセット地区は彼女によれば白人のプロテスタント労働者階級が暮らす界隈という12歳の頃から詩人、画家、作家、イタリアのアナキストたちが創造しく付き合っているような環境に身を置いていた。幼少期を通じて父親には リー・ジョン・オブ・オナー美術館へ外国映画を見に連れて行かれ、母親はバレエとオペラに連れて行かれた。ローエル高校に通い、卒業後はサンフランシスコ短期大学に入学し、1年後に退学している。保険会社で事務タイピストとして生計を立てていた10代後半、レーナーはサンフランシスコのノースビーチにあるジャズクラブ、セラーに出かけ、 クールなジャズミュージシャンの伴奏で、詩人たちが朗読するのを聞いていた。ここで画家のアルヘルドと出会い、ニューヨーク生まれの様々なアーティストたちを紹介された。1956年8月、21歳の時に、ニューヨークへ行くヘルドについて行き、以後3年間は、彼と暮らした、マディソンスクエアパークを過ぎて5番街を歩きながら、言葉にならない。 無限の可能性の感覚に圧倒されたのを思い出す。世界を手に入れたような感覚と表現する人もいるかもしれない。私にとっては単純に純粋なオープンマインドな興奮だった。未来がどうなるかはわからなかったが、ただそれは両手を広げて合図を送ってきていた。ミュージシャンであり、親友のドリス・カゼラは1957年頃にレーナーを モダンダンサーのエディス・スティーブンのダンスクラスに紹介した。初めてのクラスで、スティーブンはレーナーがあまりターンアウトできていないと言った。レーナーは、その時彼女が言わなかったことは、以後数年間で徐々に認識していった。つまり、ターンアウトができていない、柔軟性がない、胴が長く、足が短い、それで有名な舞踊団で踊れる見込みが少ない、ということ。 1959年からマーサ・グレアム・スクールで1年間勉強しました。グレアムがレーナーに向けて言った、女性としての自覚を持てば、ターンアウトできるはずという言葉はよく知られている。その後、ミア・スラベンスカの下でバレエを習い、ジェームズ・ウェアリングのクラスにも通った。ウェアリングの美容団では短期間だけ踊り、マース・カニンガムの下で8年間学んだ。 1959から60年にかけてレーナーがグレアムスクールに通っているとき、シモーヌ・フォルティとナンシー・ミーハンに出会った。二人はサンフランシスコのアンナ・ハルプリニやウィーランド・ラスロップと仕事をしていた。1960年の初夏、三人はニューヨークのスタジオを借りて動きの即興に取り組んだ。同年8月にレーナーは、 ホルティとカリフォルニア州マリン群に向かい、ハルプリンの書きワークショップを受講した。これは、ホルティからの影響と並んで、レーナー初期のソロダンス作品にとって非常に重要な経験となった。1960年の秋、ホルティとレーナーは、音楽家、作曲家のロバートダンが、ジョン・ケージの理論に基づいて、カニンガム・スタジオで始めた構成法のクラスに参加した。他には、 スティーブ・パクストン、ルース・エイ・マーソン、ポーラス・ベレンソン、マルニマ・ハフィーが参加していた。レーナーがその最初期のダンスを作り、上演したのもここである。自分の作品にはたくさんの身振りがある。そこには音や動きもついている。不釣り合いなこと、奇抜なこと、そして変なことや奇妙なことがあるだろう。ただユーモアを出そうとは意識していない。自分がイメージするのは、 ある部位がどうなっているかを他の部位が知らないというような混乱した体だったりもする。1962年27歳のレーナーはスティーブ・パクストン、ルース・エマーソンと共にジャドソン記念協会の牧師・アルカーマインズに会い講演会場としての使用を打診した。この協会は当時すでにジャドソン詩人劇場及びジャドソンアートギャラリーを展開していることで知られ、クレス・オルデンバーグ、 アラン・カプロー、ロバート・ホイットマン、ジム・ダイン、トム・ウェッセルマンの作品を紹介していた。そして今度は前衛的なダンスとその公演の会場になったのである。レーナーは体をストーリーや劇を演じる媒体としてではなく、無限に多様な動きの源として扱うダンスへのアプローチで知られる。彼女が取り入れた多くの要素、すなわち反復、タスク、不確定性などは、 やがて、コンテンポラリーダンスでは、ごく当たり前の特徴となった。1965年、レーナーがその金作パーツをぶさむセクステッツについて、トゥレインドラマレビューに寄稿した文章の末尾で、有名なノーマニフェストが書かれた。レーナーは2008年に、これについて、最高している。スペクタクルにノー、超絶技巧にノー、変身や魔法や見せかけにノー、 きらびやかで超越的なスターのイメージにの、ヒロイズムにの、アンチヒロイズムにの、くだららさのイメージにの、演者や観客の包摂にの、格好をつけたスタイルにの、キャンプ趣味にの、演者の企みで観客を誘惑することにの、卑怯な振る舞いにの、動かしたり動かされたりすることにの、初期の作品では、レーナーは音と動きに焦点を合わせ、 しばしば両者を恣意的に組み合わせて並べた。ケージとカニンガムが好んだ偶然性の手法に触発されたレーナーの振り付けは日常動作と古典的なダンスのステップを対照的に組み合わせていた。反復を多用しダンス作品に話し言葉や口による雑音を取り入れた。反復と音は最初の振り付け作品スリーサティースプーンズから用いられた。これは エリック・サティ、ジム・ノ・ペディの伴奏によるレーナーのソロで3部構成である。最後のセクションでは唇を鳴らして出す、かんだかいビープ音の繰り返しと、火が明るいほど草の緑は鮮やかだという言葉が用いられた。やがて作品にはさらに物語的でまとまりのある話し言葉が含まれるようになる。オーディナリーダンスは動きと物語の組み合わせであり、 単純な動きの繰り返しと並行してレーナーがサンフランシスコ時代に住んでいた街路の名称などを含む自伝的な独白を唱えた。また、初期作品の特徴の一つとして訓練されていないパフォーマーの積極的な登用がある。ウィーシャルランではダンサーと非ダンサーからなる12人が日常儀で出演し、12分間ベルリオーズ、レクイエムのトゥーバミルムに乗せ、 様々なフロアパターンに沿ってステージ上を走り回った。レーナーの初めての長編作品テレインは6人のダンサーによって1963年にジャドソン協会で上演された。最も有名な作品の一つ、トリオ A は、元はザマインドイズ、A マッスルという長編作品の最初のセクションであった。エネルギーを均等に配分しながら、 動きを行うというトリオ A のコンセプトは、印象的なフレージングのあり方、すなわち一つの動きあるいは一つらなりの動きを行う、際のエネルギー配分のあり方に対する批判を意味している。トリオ A の革新は、あるフレーズ内でのエネルギー消費や、あるフレーズから別のフレーズへの移行の際のエネルギー消費において変化を消そうとする試みにある。その結果、 フレーズの始めに強い、アタックがあって、終わりで元に戻る、その途中のどこかで、エネルギーが留保されるといった、例えばグランジュテのような古典的な見た目が、欠如することになった。この5分ほどの作品のもう一つの特徴は、演者が観客と目を合わせないことである。振り付けとして、ダンサーが観客と向き合わざるを得ない時には、目を閉じるか、頭部が動くようになっている。 以前の作品ではレーナーは動きを読みやすくする仕掛けとして反復を使用したが、この作品では動きは一切繰り返されない。トリオ A はこうしたエネルギー配分の仕方によりタスク思考のパフォーマンスと呼ばれることもある。動きの遂行に対するニュートラルで無味乾燥のアプローチや観客との相互作用の欠如を強調しているためである。初演時はザ・マインド・イズ。 エーマッスするパート1と題され、レーナー、スティーブ・パクストン、デビット・ゴードンによって同時に、ただしユニゾンではない形で踊られた。トリオ A は広く教えられ、他のダンサーによっても踊られている。レーナーの振付作品はこれまでに40を超えている。1972年から75年にかけて、私は振付から映画に移行した。ごく普通の意味で、 フェミニスト的な意識が芽生えてきたことが重要な要因だ。しかし、他方、自分が歳をとって肉体的な変化に煩わされるようになったことも大きかった。しばしば男子作品に映像の要素を取り入れていたレーナーは、1972年に長編映画の制作に注意を向け始めた。女性の体が男性の映画監督によってどのように見られ、 客体化されているかに焦点を当てる彼女の映画のフェミニスト的な路線は強い影響力を持ちつつあったローラ・マルービの視覚的快楽と物語映画などの重要なテキストが示したような当時の新しいフェミニスト映画理論と共鳴していたのかもしれない。レーナーの初期映画作品は印象的な物語構造に従わず自伝と虚構、音声と字幕を組み合わせ 社会的かつ政治的な問題を扱っている。Lives of Performers, Film About, A Woman Who, Christina Talking Pictures などは、ダンスやパフォーマンスを主題とする実験映画である。これより、後の作品には、Journeys from Bellyn, 1971, The Man Who, Envy the Women, Privilege, and Murder and Murder などがある。Murder and Murder は、 物語構造においては、飲酒的だが、レーナー自身の乳がんの経験を扱ったレズビアンのラブストーリーである。2000年、レーナーはダンスと振り付けに復帰し、ミハイル・バリシニコフのホワイトオークダンスプロジェクトのために、アフターメニー、エイサマー・ディエス・ザ・スワンを作った。2006年には、ジョージ・バランシンのアゴンの再解釈である、エイジー・イン・デキシカル・ウィズ、 ゲイリトルヘルプフロム AGM と題した作品を振り付けている。古典的な作品に基づく振り付けは続き、ニジンスキー、春の祭典にヒントを得た、ロズ・インデキシカルもある。これは、ビエンナーレ・パフォーマレーレナ,ナ,ナのために移植されたもので、運営したパフォーマンスアート団体パフォーマーは、以後、レーナーのマネジメントを務めている。その後の作品には、スパイラリング・ダウン、アシステッド・リビング、 グッドスポーツに、アシステッド・リビング、Do you have any money? があり、校舎では、活人画における演劇的かつ歴史的な主題が、政治、哲学、経済に関するテキストの朗読と共に探求された。ロンドンの霊文堂ギャラリーでの展示は、1960年代のダンス作品の上演、これまでの活動全体から選び出された写真やスコアの展示、 映画作品の上映を合わせて行う初の企画であった。2015年、パフォーマーとゲティ研究所の移植により、新作ザ・コンセプト・オブ・ダスト、Oh, how do you look when there's a single left to move? を作った。振り付けとともに、ダンサーたちとレーナー自身が、政治、歴史、ジャーナリズムに関わる幅広いテキストを断続的に朗読するパフォーマンスである。 ニューヨーク近代美術館で初演された後、ヨーロッパを順演し、イタリアのコモにあるアントニオ・ラッティ財団、フランスのマルセイユ・オブ・ジェフ・ダンス、ルーブル美術館などで上演された。2016年にはこの作品の改訂版ザ、コンセプト・オブ・ダスト、コンティニアス・プロジェクト・オルタード・アニュアリーが、ニューヨークのザ・キッチンで、また翌年には、マルセイユ、ポルト、バルセロナで上演されている。 白人で無意識的な野心を持ち、アートワールドの性差別や人種差別に無頓着で、ダンスの世界に身を落ち着けた存在として、ロビン・モーガンが編集したシスターフットは力強いの怒りに満ちた実験的テキストや、バレリー・ソラナスのスカム・マニフェストや、シュラミス・ファイアストームの性の弁償法を読み始めた。フェミニズムのテキストや理論を読むことで、レーナーは、 女性としての自身の経験について、また文化と社会の担い手としての事故について考えるようになった。レーナーはそれまでの自分の振付作品が飲酒的なダンスに対する直接的な批判であり、突き詰めればそもそもフェミニズム的であることに気づいていなかったのである。1980年代を通じて、レーナーは一人身であり、不幸な異性愛の冒険にこれ以上関わらないことに、 決めた、攻略。ゲイプライドパレードに参加するようになり、政治的レズビアンを辞任した。またこの時期にニューヨークとワシントン DC で行われた、ロータイウェード事件への非難に対する抗議デモにも参加している。レーナーは、レズビアンとしてのアイデンティティに不安を抱えていたが、56歳の、時マーサ・ジェバーと親密になることでそれを乗り越えた。二人は、 現在も共同生活している。フェミニストのオードリー・ロードの有名な言葉、主人の道具を使って、主人の家を解体することはできないに対し、レーナーは、そんなことはない、道具を暴露すれば可能だと反論している。レーナーは、フェミニスト映画、ウィメン・アート・レボリューションの中でインタビューを受けている。レーナーは、ヒラリー・ロビンソン編フェミニズム・アート・セオリー第2版で、アーティスト、フェミニスト、 レズビアンの例として数箇所で言及されている。第6章2節レズビアン特屋の実践を参照。1990年、レーナーはその男性の貢献に対してマッカーサーフェロープログラム賞を受賞した。2015年には現代芸術財団のマースカニンガム賞を受賞。2017年に USA グラントが授与された。 ゲンハイムフェローシップは1969年と1988年の2度授与されている。ありがとうございます。